今日はこのカテゴリー6へのLANケーブルをつなぎ替えて Wi-Fi とどのぐらいスピードが違うかを測っていきます。今まで使ってたのは 5E のカテゴリーだったんですが、今回 6A のカテゴリーに変更してスピードを測ります。それでは朝の Wi-Fi のスピードを測っていきます。まずは1回目、2回目、はい、そして3回目、Wi-Fi だとこのぐらいのスピードです。はい、続きまして今度は Wi-Fi を切って有線につないでスピードを測ります。1回目、2回目、3回目、Wi-Fi と比べても劇的に速くはないですね。夜も Wi-Fi と有線のスピードを測っていきます。まずは Wi-Fi の方からスピードを測っていきます。1回目、2回目、3回目、はい、続きまして今度は Wi-Fi を切って有線につないで測ります。1回目、2回目、3回目、
朝に比べると夜の方が遅いです。平均するとこんな感じですね。朝の Wi-Fi は 159.34 のアップロードが 65.21、 有線の方は Wi-Fi がダウンロードが 227.35 のアップロードが 75.91、 そして夜の方はダウンロードが 97.17、 55.74、 これが Wi-Fi ですね。そして有線につなぐとダウンロードが 101.65、 アップロードが 65.74 と、これを見る限りやはり朝の方がスピードは Wi-Fi も有線も速いですね。うちの環境ではこんな感じになりました。もっと早ければよかったんですけれどもね、まあこれがうちでは限界です。それではご視聴ありがとうございました。お願い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 します。ありゃ。